か。あとはなんかないかな。特にないな。うん。あでもジャグレーがどっかいるんですよね。だよね。あそか。これででも1億返すのだいぶ骨が折れそうだ、ね。そうですね。今まで7万ぐらいですもんね。7万。そっか。何回当てがえも。1万円、そうか、1万円、1万回で1億だね。ジャングルいないな。違うバーかな。あ、いつも行きつけのバーみたいなところ行ってた。どこだったっけ、うん、どっちか、どっちかかな。ロブバーここか。逃げ、逃げ、開かないかな。朝になったらちょっと車も改造してみたいね。そうなんですよね。絶対いいですよ。種もみを食いたくなって。なんか経験してる。ああ。おっしゃ。当たってね。後ろのやつ。わあ、美しい。さらば。あっちまでバーストたまるか。まりますね。よし。あ、ショートリケンが来た。飛行とかそういう問題じゃなかった。そうだね。ありがとうございました。次はこれパーカー。すみません、安い、安い報酬だな。でもここにいないか。ないですね。もう一個のでかいばあさんとか。ああ、そっかそっか。でかーばあさん。そんなにでかいばあさんがいるか。しまったー。よーちゃぶ、でかっ。文句あんのか。2メーター以上あるんだよ。勘弁して。そうですね。そしてシュークリーム地獄水辛いんかな。よし。地獄のようにまずいってこと。まずさが地獄。最悪やん。それで金取るんか。ジャグでいないよ。いないか。あ、終わったんかな、もう。あ、そうなんかな。そうだったかな。あ、なんか、しゃべり抜けた。どうっす。味は最高だったよ。もうおとなしくアジトに行くしかないのかな。そういう感じかもしれないね。やっぱこれな、これな、こいな、こいな。やだ、順次。ほら、見つけた。ヒャホー。あ、なんか、あ、違った。なんか喋る。うん。
たまに怪しい、あー豆腐屋さんね、豆腐屋もちょっと久しぶりに行ってみようかな。そうだね、なんか作れるようになってるかな。レベルアップもできるみたいですからね。あーそっか、あー効果が、あライガとフーガ、あなんかいたな、こんなカサンドラのやつですよね、あれ。あ天狼、天狼剣カサンドラの門番みたいなやつです。ああそっか、最後ぐちゃってああいましたね、うん、いたでしょ、懐かしい。これなんだよ、あ作れるの、レベルアップができるの。ああバーストじゃないでしょうか、通常攻撃の出撃ゲージ充填力上がる。あこれいいじゃん、うん、これいいじゃん、持ってなかった。本当だね、人生のオフ、いろいろ戦ってみて何が欲しいかやっぱ分かってきますね。本当だよね、デビルリバースか、防御力が上がる、なるほどね。あそうか、ここで強化できるのか。お、複数の敵の飛行を突き内部爆発させる。え、めっちゃいいよ、あ、これいいよ、これめっちゃいいっすよね、これ欲しいね、これ強化できるから、さらに時怖いでの広いもの、おあ、不動や、ほんほんほん、誤射炎上剣で炎上させる。燃えるんだ、攻める剣の剣テンションが大きく上がってる、うん、強化、うん、お、ああできるのか、できる、ね、あ、ユリアはできる、トキできる、あ、できる、あ、できる、石ころ、石ころおう、強化、次はもうできるのか、また石ころ、あ、結構でも石ころ1個コロコロが結構いるんですねそこら辺に落ちそうだけどね、外に出ないと、うん、ダメなのか、相当バギーで走らないといけないんですね。あーそっか、あ、そっかそっか、うん、あの緑色のトキ装備しようかな、ね、多分ここら辺がそんなにいらないと思うんですよ、ね、そうだね、うん、びっくりするぐらい使うもんだよ、はい、どうなるんだろう、達観の古墳、ジャスト飛行で、うん、バルーンだったらいいっすよね。そう、俺めちゃくちゃ気持ちいいね一瞬でバフってなる、うん、お、マーさん、あ、こいつだ、1億のあー、いえ、ふぅ、質問代金についてなんで、わしはここで気長に待つから、え、迷惑だな、ね、え迷惑やね、だって早返せって言われてる感じがする。そうですね、うん、感じ悪っ1億をそんじょそころで返せると思わんといてほしいな、ね、家の前でずっと、ま、待たれてますもんね。あ、なるほど、昼まで、あ、あ、そしたらバットに話しかけれるか、あ、そうっすね、うん、あ、ビジュアル、ビジュアル変更がある、おー、桐生一馬之助、一馬之助なんだろう、スーツ姿、おお、あ、だー、完全に細細細いね、細身ですね、うん、細身だね、細身の細マッチョ、アイテムボックスを使おうかな、あ、そうか、もう入りきらんか、そうなんですよ、サナの元へ、うん、こんな格好で遊ぶ、あ、言っていいのかな誰って言われる、うん、とりあえずどちらさんでしたっけそう、バギー乗りたいな、うん、
改造ねしたいよね。改造したいですね。うん、いろいろ買ったもんね。ウィングとかも買ったもんね。はい。え、何、あ、赤髪のおばあさん、うん、よう出るなこいつ。お家の住み心地はいかがしてる、うん、それはいいんだけどね。あっちのあのベンチのばあさんがね、ちょっと嫌なんだよ。あ、来たの思い出の、バザールまで連れてけと、うん、ああいうずれた人を見るとどうにも足が締められた、ね、味を締められたね、うん、本当っすね、うん、用心棒代をもらわなかんすけどね。本当だよね。だってここに住むのは別に住んでいいって言われたんで、うん、そうだよね、うん、それが家賃ですって言われてもたまらんすけど、ね、本当だよね。いらっしゃいばあさん。あの、お、少女、お、あ、あ、リン、リンじゃない？ええー、何？しかもはるかの声っぽかったね。ケン、ああ、本当だ。いや、どう見てもおじさんだろ。おじさん。カリスマ店員、中身の声優さんもまあまあのおばさんなんですから、ね、あ、そうなの、はい、それ昔からやってますからね、うん、あー、そっか、はい、あ、私、何回また知らない おばさんが出てきた、うん、あ、紹介するね。このお店のオーナー、プーリエさん、うん、プーリエだ、よろしく。探し物屋なんて言われている桐生一馬だ。だから検証3回完全に世界観壊れるから戻した方がいいな、これ。そうだね。まあ、必要な物資が貯まるまではここでバイトしてると、うん、っていうこじつけによってリンがここにいると。なるほど。こじつけ、うん、なんで幸せになってほしいから。やったはるかよ。うん、お、他の店なんか広告で買い取らせてもらう。いや、毎回あれかな、納品クエストみたいな感じで、うん、言われるのかな。あ、かもね、うん、けーめっちゃ泣いとったな。来ちゃダメのところの顔じゃないですか、あの顔。そうだよね、納品クエストカリスマ店員継ぎはぎがすごいな。すごいですね、うん。差し入れるのかな。注文を見る。ああ、こんな感じ。どんな感じ。何も持ってない。あ、でもこの辺は持ってる。あ、金草持ってるんだね。処理水地スナック、この辺で手に入りますね。これでいいんだね。うん、いらっしゃいませ。ありがとうございました。どういたしまして。どうなったの。ありがとう、ケン。ちょっと増えた。あのハートが増える音で何気になるのよ。付き合えるんじゃないか。こんな感じ。いろいろダメだね。あれ、ハート変わってる。あ、あるやん。あ、なるほど、変わったな。あ、これバギーで拾うようなもん。ミルク缶、エデングミ、この辺結構あるな、うん、モーターキャンディングミ売ってたよ。
これでいいの？うん。いらっしゃいませ。ありがとうございました。これを繰り返すと永遠に。ありがとう、ケン。え、すげえ増えた。うん。増え方めちゃいいやん。うん。エデングミをその辺で仕入れてこようかな。そうね。あそこ安くなるやつ。そうでしょ。いらっしゃいませ。はい、あ、いいね、ミルク缶。何棒で少なくなる。三本。あ、ヒコロ持ってる。あ、本当だ。あ、あるじゃん。石ころ630円で売るとは。すごいね。すごいですね。すごいね。石ころ630で売れたら大金持ちだろ。すごい商売いいんだな、こいつ。うん、あっぱれ。形がいいんじゃないですか。なるほど。いらっしゃいませ。ありがとう。こいつ、こいつか。いらっしゃいませ。オッケー。うん。いや、モーターキャンディー。エデングミがなんか3個くらいするし。うん。ありがとう。もう一個。いらっしゃいませ。こう。ありが。食べるか。いいか。次渡してみよう。こんな感じ。ああ、モーターキャンディー2個だった。これでいいの？うん。いらっしゃいませ。ありがとうございました。まあまあのカッタルさですね、これ。本当だね。ありがとう、ケン。お使い。本当だね。でまだこれ1がレベル2になるまで結構ありますね。そんなことよりポッキー兄さんを強くしよう。そうだね。うわ、でもなんか、うん、強化にインセンスが必要とかって言って、うん、全然要求されてないですけど、うん、本当だね。どういうつもりなんだろう。どうしたらどれ出してそうだ。ああ、ボンブ出してね。うん、前も見たんですよ。あいつは当たってるとか。あ、リンの5分どうなんだろうね。どんなんかなですね。オッケー、いいね。もう一発いけそう。使用回数が再生時間が短くなる。まあいいですね。最強までいったこれも。やってや。え？強化限界。あ、もうこれで？え、早っ。え？え？え、まだ必要素材ってなんかありますね。でも。本当だな。でも3分の3だよね。あ、でもあれか。さらになんか上がるんかな。なんだろう。成功の歯車で。うん、そろそろ休憩するぞ。よーし、車いじってこー。おーい、リンはもういいや。そうだね。気分悪いですもんね。なんかわけのわからんお使いみたいな。そうだね。で、この先に何があるのかもわからんし。はい、うん。なんかね、頑張らせるためにはビジョンを持たせることが必要ですよね。間違いない、それは。見たいよね。筋トレとかでも、なりたい体をイメージしながらするといいらしいですね。はい、ビジョン大事。ケン！お、ケン！あ、マギナ給油、あ、これできるのか。おぉ、え、高っ。5000
ヤマさん金持ってますからこれ。そうか。結構高いな。高いですね。うん。お、何ができる？エンジソ、エンジソをちょっとこれにかな。エンジソ、エソジソ。じゃん。あ、修理しなあかんのか。そうだ。どこで修理するの？このバットに頼むの？何もないですよね。どうしたらいいの？ジャンク品の修理はどうするの？どうしたらいいのかな？パーツ。じゃん。これ